あらみなさん、こんにちは、ですこれ。それでは今回なんですけども、楽天ペイをこれまで使ってきて感じたこと、キャンペーンや使い勝手含めて楽天ペイの魅力5つを紹介ということで、今回は5つの魅力シリーズなんですけども、まあこれまでメルペイ、ラインペイ、ペイペイをお伝えしてきたんですが、まあこの動画では楽天ペイについてお伝えします。まあ僕の動画でも楽天ペイに関する動画が結構再生されてる印象でしたので、まあ視聴者さんの中でも結構使われてる方がいらっしゃるのかなと思います。まあこれまでや半年ほど楽天ペイを使って感て、 たたこととをでですね僕なりに5つにつままめてみましたで今からお伝えする内容は、ちょっとですね、これまで動画にしてきたこととちょっと被ってしまうかもしれませんが、そこだけご了承ください。 それではまず5つの魅力の1つ目なんですけども、まずこの楽天ポイントが貯まる。やっぱりこれが最初に来るのかなと思います。まあ、よく様々な楽天のサービスを総称して、楽天経済圏と言われてるんですけども、この貯まった楽天ポイントがいろんな場面で使えるっていうのは本当に便利ですよね。まあ、還元されるポイントは楽天の通常ポイントであったり、期間限定ポイントであったり様々なんですけども、僕もこの楽天ポイントで楽天市場のお買い物をしたりとか、あとは楽天カードの請求の時に支払いの一部を楽天ポイント 当ててたりりりしいいるるのでまあこののののででここ楽天ポイントの有能っとうはははやまはまじじものを感じるところではあります次二つ目は、楽天ポイントがダブルで貯まるということですね。これは決済する場所にはよるんですけども、なんと楽天ペイで支払ったらダブルでポイントが貯めることができますま。せっかくなので公式ページにある部分ですね。一例をちょっと紹介させていただくんですけども、楽天ポイントカードを出して100円につき1ポイントが貯まるお店の場合なんですが、税込み5000円分のお買い 買い物をした時にです、ね、まあ今出てるこちらの例なんですけども、ちょっと上からお伝えしていこうと思います。現金決済の場合はまずこれ0ポイント。そして楽天のポイントカードを出すと50ポイントがまず還元されます。次に楽天ペイの5%還元のキャンペーンで250ポイントがプラス。そして支払い元に楽天カードを設定していたら50ポイントが加わって、これで合計350ポイントが還元されます。まこれって冷静に考えたらめちゃめちゃお得ですよね。 一応このダブルで貯まるお店の例としたらこんな感じですね。まあ、ツルハドラッグ、ら寿司、家電でしたらビッグカメラとか、あとはソフマップ、スポーツデポであったりとか、コンビニでしたらポップラーも対応していますね。ちなみにツルハドラッグやビッグカメラなどは、お店の独自のポイントカードを提供しているので、まあ、さらにお得にお買い物ができます。ちなみに僕はら寿司とツルハドラッグで何度か利用していますね。 次3つ目は楽天カードとの相性が抜群ということですね。まあ、これは先ほどのダブルでポイントが貯まるという時に少し出てきたんですけども、今出てるように、現在は楽天ペイでは最大5%還元のキャンペーンが実施されているんですが、もし楽天のクレジットカードをお持ちでそれを楽天ペイと連携することによって、楽天ペイの5%プラス楽天カードの1%が加わって、 合計6%がキャンペーン中は常に還元されるということになります。なので楽天カードをお持ちの方であれば楽天ペイと連携すればさらにお得となりますね。次に4つ目は楽天ペイでは期間限定ポイントの消化が可能ということです。 これは本当便利が良くて、まあ、その名の通り楽天ポイントには通常ポイントと今出ているこの期間限定ポイントの2種類があります。期間限定ポイントは利用しないといけない期間決められているポイントなので結構使う場面に困ったりすることがあります。そして下手をしたら期限切れで失効してしまうことにもなりかねます。ですが、この楽天ペイを使えばアプリ上でポイントを使って自分が使いたいポイントを設定してそのまま楽天ペイが 対応しているお店でサクッと使えます。ちなみに僕の場合はドラッグストアとかスーパーとかで消耗品を購入するときに活用しているので、まあこの期間限定ポイントに関しては結構紹介をするのが楽になりましたね。楽天ペイのおかげで。そして最後5つ目は困ったら楽天ペイということですね。まあこれはもしかしたら僕だけかもしれないんですが、例えばいろんなお店で PayPay ペペとか LINEPay、そして楽天ペイなどのコード決済が使える場合、大型のキャンペーンとかがないときは楽天ペイで決済をするようにしています。 もちろん僕が楽天カードを使っているので、最大6%還元されるということもあるんですが、他のペイ関連のキャンペーンが落ち着いていたりする場合は、楽天ペイを出すことが多いですね。なのでそこら辺の安心感というか、ま、安定感はやっぱりこの楽天ペイの魅力の一つかなと思っています。一応今お伝えしたことをまとめるとこんな感じです。楽天ポイントが貯まる。楽天ポイントがダブルで貯まる。楽天カードとの相性抜群。楽期間限定ポイントの消化。困った楽天ペイということですね。 まあ、そんなこんなで今回は楽天イの5つの魅力についてお伝えさせていただきました。まだ他にも楽天イの魅力があると思うんですけども、簡単に僕が半年ほど使って率直に思ったことでした。楽天イは他にもフリマアプリのラクマの売上金をチャージできたりとか、あと送金もできたりと、機能面も徐々に充実してきているところではあるので、まあ、今後の楽天イはさらに便利になってきそうな感じはします。 一応先ほどお伝えした楽天ペイのダブルでポイントが貯まるお店などの、まあ、公式の URL を下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。